ヨハン・グンラート・バン・ホッセルとヨハン・コンラート・ファン・ハッセルとは、オランダの医師、動物学者、植物学者、金学者である、ルースブルフに生まれた。1815年に、不老人間に移り、1816年に、不老人間大学に入学し医学を学んだ。この大学でドイツ生まれのハインディヒクールと知り合い、友人となった。二人は、動物学の分野の成績を争い、 同時に、不老人間の物理、科学学会の会員に選ばれた。1818 18年に二人はドイツを徒歩で旅行し、ファンハッセルとは、医学を学びながら、スイスやフランスを訪れ、1820年に、不老人間に戻り、医学の学位を得た。1820年に、クールと共に当時オランダの東インド会社の植民地であった。 ジャワ島中部の動植物の探検調査に出発した。白製の専門家で、博物画家のファンラールテンを伴い、1820年7月にテセルを出港し、ココス島などを経由して、12月にバタビアに到着した。厳しい風土のためクールは8ヶ月後に病死したが、ファンハッセルとは、その後2年間、探検を続けた。1823年8月、クールと、 同じく病気になり、駐在地としていたバウテンゾールグに戻るが、1ヶ月後に死亡した。ファンハッセルとの探検の成果はファンスウインデルやデハーンに手紙で知らされ、哺乳動物の200の骨格標本と200の毛皮、2000の鳥の白製、1400の魚類標本、300の爬虫類、両生類の標本と、大量の昆虫や甲殻類の標本を、 ライデン自然史博物館に送った。ホッセルトは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハン・コンラート・ファン・ハッセルトを示すのに使われる。ありがとうございます。